どうもこんにちは。ですね、今日はですね、もう夏なんですよね、全然本当に。夏始まったとか言ってたらもう夏終わっちゃいますよ。夏といえば何かって、やっぱセミなんですよね。セミ。なんでセミかっていうと、まあ、やっぱ夏といったらやっぱセミの鳴き声が一番思いつくと思うんですけど。今年初めて、まあ、セミを見まして、先ほど。あれ、散歩してたんですね。散歩しながら何話すか考えたりしてるんですけど。散歩しながらセミ見つけて、今年初めてのセミだって思って、結構嬉しかったんですよ。で、もうちょっと歩いてて、またセミ見つけたんですよ。まあ、で、もうセミよって思って、ちょっとその木の目の方を見たら、もう何10匹くらいもセミがくっついてて、さすがにちょっとひえーってなりましたね。セミ、夏を感じるのにセミを見て夏を感じるわけじゃないんですよ。セミの鳴き声を聞いて夏を感じるんですよ。セミは見なくていいんですよね。なんか普通に虫得意じゃないんでびっくりしちゃいました。最近課題に追われすぎて、まあ、感情が死んできたんですよね。なんか家に虫出るじゃないですか。もうね感情がなさすぎて、なんか無心で捕まえるようになってて、まあ、なんか虫取る専用のなんかこう掴むやつあるんですよ。家にそれとかも使わずにもういけるようになりましたね。自分怖かったですね。でもセミ捕まえたことあります？あれ捕まえるとめっちゃ泣きますよね。やらない方がいいと思います。なんでセミが鳴くか知ってますか？セミって鳴くのはオスだけらしいんですよね。やっぱ求愛行動らしいんですけど、すごいですね。まさになんか生命を感じます、僕は。何言ってんの。なんか命を感じますね、セミに。なんかよく夏やっぱ生きてるセミよりもなんか道端でもうなんか成仏されちゃってるセミ見る時の方が多いんですよね、僕個人的に。なんかそれ考えるとなんか、まあ、ちょっと気持ち悪いかったですけど、十何匹一気に見れたってのは結構良かったのかなって思いましたね。なんかセミの鳴き声ってミーミーとか言うけど、なんかすごいもうちょっとコンプライアンスに引っかかっちゃうかもしれないですけど、まあ、なんか聞こえちゃいけない風に聞こえちゃいますよね。それ聞こえるようになったらもう心が疲弊してると思ってるんで、今気をつけてください。やっぱそうっすよね。もうこれで話すことなくなっちゃったんですけど、あの声にメスが寄ってくるって考えると結構メスもいいなんかあれですね。やっぱセミにもなんかいい声とかあるんですかね。なんかかっこいい声とか。個人的に藤原竜也さんの声めっちゃ好きなんですけど、藤原竜也さんにの声出してるセミとかいるんかな。普通ちょっと気になりますよ、それ。さすがにないのかな。なんか俗に言うイケボーみたいな感じの知っていたら面白いですよね。そのイケてるポリスのセミの鳴き声聞いてみたいです。じゃあ今日はこの辺で大丈夫かな、この動画。